どうも、おこんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムです。とちなぽんです。さあ、今日はホンダ新型のね WRV を見に、先行展示を見にこちらにやってきました。はい、赤かっこいいね。今日初めて見るんですよね、生で。迫力ありますよね、このグリルが。すごいかっこいいね、これね。結構光沢あるんですね、ちなぽん。うまいよね。うん、結構光沢あります。普通ここってくすんどるっていうか感じなのにね。ね、上側の部分と下側の部分でまたパネルがまた違いますよね。違うね。また違った感じになっています。下の部分はマットの部分になってます。そうですよね、こういった下の部分のような感じが上にも採用されてるなと思ったら、うん、光沢がある。光沢があってかなり高級感を感じますよね。ね、あ、しっかりした作りになっています。ボディサイズ結構迫力ありますね。なんかトーンとしてるね、うん、室内だけど。私たちは以前に先代のベゼルでねレッドを乗ってたんですけども、こちらまた新色の赤っていう感じですよね。ちょっと深い赤だね。そうですね、若干違いますよね。なんて言ったらいいかわからない色味ですけども、まあ、レッドはレッドですけどね。若干ちょっとカジュアル寄りな感じもしなくもないですよね。うん、横から見てもやっぱり高さがある分大きく感じますよね。ね、かなり迫力を感じます。うん、ちなぽん、この WRV 価格はいくらぐらいだと思いますか？見てないから。ちなぽんはね、全然そういったね事前情報全然仕入れてないので。知らん。もうぶっちゃけ言ってもらっていいですよ。この大きさ、この見た目、このかっこよさで価格がどれぐらいに感じるのか。 ZRV と一緒？価格が ZRV と一緒に感じる。大きさ一緒？大きさはこちらの方が小さくなります。ちょっとちっちゃい。でもね、高さ、前高はこちらの方が高いですね。仙台ベゼルに近い？いや、仙台ベゼルよりもこちらの方が前高は高いですね。何の情報も入れてへんから分からへん。そう、客観的に女性の方ってそんなに車に詳しくない方が多いと思うんですけども、そういった方が見てこの車がいくらぐらいに感じるのか。ちなぽんどれぐらいに感じますか？250。いいとこ行ってますね。これぶっちゃけドンピシャです。こちらグレードが多分一番高いグレードだと思います。こちら WRV は200万円ぐらいから250万円ぐらいまで3種類のグレードがあります。それのこちら先行展示の車は一番高いグレードになっています。ちなぽんいいとこ行ってますね。うん、ただ250万というとホンダの軽自動車である NBOX とかとほとんど変わらなくなってくるんですよね。一番下のグレードとかだったら200万とかになりますからね。この大きさで。そう、この大きさでですよ。これ所有欲めちゃくちゃあるんじゃないですか。すごい。この赤もいいですよね。うん、CM で流れてるのがこの赤ですよね。うん、やっぱりこの赤を売りにしてるのかなと思うんですけども。元気が出る赤だね。ね、綺麗な赤ですよね。うん、私たちも仙台ベゼルが赤だったのでこういった赤は好きですね。あの、外に映えるんだよ。そう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 。ドライブとかね、行って山とか映えますよね。そう。遠くから見ても。そう。こういったところもメッキ加色がされていてかっこいいですよね。高級感感じます。うん、ライトはこういう感じになってますよね。で、フォグランプもチナポンついています。じゃあチナポンライト。あ、ライトかっこいいですね。おお、いいですね。いいね。よいしょ。あ、流れるシーケンシャルウインカーではないですけども、綺麗な LED のライトですね。綺麗に光ってます。フォグランプも LED です。ちょっと後ろ見てみましょうか。あ、ここも光ってますね。ここの部分も光ってます。で、後ろはと言いますと、あ、後ろもかっこいいね。かっこいいね。ウインカーは後ろは豆球になってますけども、こういったところは LED になってます。後ろからも精悍な感じしますよね。かっこいいね。うん、やっぱり前高の、ね、高さがある分やっぱり迫力感すごい感じますよね。うん、こういったところはメッキというかちょっとグレーっぽいような感じですよね。うん、なんか樹脂パーツっぽくもないちょっとグレーっぽいような感じですよね。ほど。またこういった樹脂パーツとはちょっと色味が違います。ここはメッキではないんですね。ちょっとメッキっぽくも見えなくないですけども、
メッキではなかったです。で、マフラーはこういった形になっています。こちらは耳タブミラーがついています。一番上のグレードでもこちらはつくんですね。この部分つきます。うん、でもこういったドアの部分とかもね、メッキ加色で綺麗な感じしてますよ ね。あ、でチナポン、この車メッキモールついてますよ、サイドの部分。先代のベゼルの時もメッキモールがついてなくて、私はカスタムでメッキモールつけたんですけども、あとね、新型ベゼルとかにもついてないですよね。うん、で私たちが乗っている ZR-V にもこちらのサイドのメッキモールっていうのはないんですけども、だから価格とは関係ないんですよね。ZR-V についてないのにこちらの価格帯、これでここにメッキモールがついてるってめっちゃ羨ましいですよね。私個人的にはメッキモールがあった方が好きなんですよね。悔しい。そう、こちらのね、200万から250万の価格帯でこれがついてるにもかかわらず、こちら ZR-V ですけども、 ZR-V にはメッキモールついてないんですよね。ここは樹脂パーツみたいな感じになってます。ではちょっとチナポン、後ろのドア開けてみましょうか。はい、よいしょ。お、結構広がる。結構開口広がりますよね。広がるね。結構これぐらい広がってます。いい感じ。乗り降りしやすそうですよね。結構ガバッと開いてますね。じゃあチナポン乗り込んでみましょうか。チナポンの身長は161センチです。ほい、乗り込みやすそうだね。うん、スッと入りましたよね今ね。うん、あ、これ開けた瞬間思うんですけども、ドア開けた瞬間中広いね。うん、っていうか高さがすごい分かる。あ、すごい。本当だ。頭上空間が。頭上空間広いね。なんか、うん、広くすごく分かる。ね、ちなこの頭上空間、拳何個入るかやってもらっていいですか。こうしてから。はい。1、2、3個半ぐらい入りますよね。うん。すごいね。めっちゃ開放感あるじゃないですかこれ。目線もだってこうすごい開放というか、この高いっていうのがよくわかる。こう見える。すごいですよ ね。だこれはまたベゼルとはまた違ったタイプですよね。ね。ベゼルは都会ハイスブイって感じなんですけども、うん、こちらアウトドアとかそういったレジャーとかでもね、使えそうな雰囲気ありますよね。で新型ベゼルとかになってくるとやっぱり頭上空間ちょっと狭いんですよね。うんうん、そこはデメリットな部分が新型ベゼルあるんですけども、こちらその部分が回収されてますね。解消されてる、ね、これは広そうですね。うん、じゃあチナポン横にずれてもらっていいですか。ずれやすい。あ、ずれやすいんだ。あ、ちゃんと肘掛けもありますよチナポン。どうだこれは。あ、しっかり止まってますね。あ、止まるやつだ。新型ベゼルのようにダランとはならずにしっかり止まってます。止まってます。ホールドしてます。これいいですよね。ここドリンクの大きさが違う。雪だるまみたい。すごい。シナポンよく気づきましたね。ね。本当だ。これは知らなかった、言われなかったら。大きさ違うってなかなかないですよね。ないね。いつもみんなもう一緒だもんね。これちょっと私感動しました。ね、使い分けできるようにしてくれてるね。絶対ほとんどどの車でもほとんど一緒ですよね。うん、左右の大きさとかって、ね。ただこれ違うんですよ、左右の大きさ。ね。そう、ドリンクによってはね、全然大きさ違いますからね。ね。これ考えられてます。これはめっちゃいいですね。グッドポイントです。うん、肘掛けもしっかりありますし、ドリンクホルダーついてますよね。うん、私たちが乗っていた仙台ベゼルではついてなかったんですよね。うん、肘掛けはあったんですけども、そうドリンクホルダーっていうのがついてなかったんですけども、それよりも価格帯が安いこちらでついているのはお手頃。お手頃ですよね。羨ましいです。あとここだ。そう、私もびっくりしました。いいな。この200万円から250万円の価格帯、もしかしたらグレードによってはこれがついているのかわからないですけども、うん、後ろにエアコンの送風口あります。ね、これすごいね。ね、すごい。こちらも私たちの仙台ベゼルではエアコンの送風口なかったんですよね。なかった。これがあるのはすごいですね。でこちら下の部分にシガーソケットがついています。うん、すごっ。ここは USB ではないんですね。ではないね。でもエアコンの送風口ついてるのいいね。いいよね。で助手席の後ろにはポケットついてますね。ついてます。うん、上はない、下だけ。運転席側にはついていません。一度持たれてもらったらどうですか。身長160cm でも結構ゆったりしてますよね。ゆったりしてる。リクライニングあるかやってもらっていいですか。いや、これが最1段階だけっぽい。リクライニングはなさそうですね。でも持たれてみてどうですか。
ちょうどいい弾力でいいと思うけど。ちょうどいい感じ。肩フラーもそんなに直立しすぎずっていう感じですね。そうだね、ちょっとこう斜めは、もうちょっと下げれたらもっと楽かもしれないけど。あ、なるほどね、うん、ちょっと私も座ってみていいですか。はい。私身長168センチなんですけども、あ、でもいいですね。結構これぐらいだったらいいですよ、楽ですよ。乗った時の、うん、あの視界がまず天井のこう、うん、高さにいかへん。そうですね、これが開放感めちゃくちゃありますよね、うん、拳めっちゃ入りますよ、頭上空間、うん、でこれね、リクライニングなくてもね十分だと思います。結構楽ですよ、うん、で足元はね若干上にちょっと上っていくような感じになってますね。フラットではないです。フラットではないんですけども、スーッと伸ばしていけるような感じになってますね。うん、ただ若干ちょっと上に向いてるんで、これはまっすぐの方が伸ばしやすいかなっていう感じがします。でもね、この角度的にはね、うん、結構いいですよ、うん、まあ、リクライニングが、ね、あれば嬉しいのは嬉しいんですけども、それでも十分かなと思います、うん、そんなに直立っていう感じではないので、ね、たまにね、こういった直立の姿勢の車があったりするんですけども、それはしんどいんですけど、これはないですね、うん、ないね、うん、で肘置きちょっと使ってみましょうか。あ、めっちゃいいじゃないですか、すごい楽ですね、うん、でここね見たんですけど、ここちっちゃいですよね、うん、そう、この前の席のこの頭の部分、ヘッドレスト、ここヘッドレストがねかなりちっちゃいんで、視界がめっちゃ抜けますよ ね、すごい抜けた感じがします、うん、すごいだから見やすいですよね。見やすい。たまにね、このヘッドレストがここら辺が大きくてね、前が全然見えないっていうのがあったりとかするんですけど、それがないですよね。ちょっと閉めてみましょう。あ、ここの開放感も結構ありますよ、うん、これは見やすい。でここもねありますんで、窓がね、うん、開放感すごいありますね。これいいですね。で後ろの部分にはライトとかついてませんね。あ、そうだね、この真ん中についてます。真ん中のライトは豆球でついています、ね、屋根はライトグレーといった色味でしょうか、うん、この開放感が本当気に入りました。新型ベゼルもねかっこよくていいんですけども、どうしてもちょっとね屋根が頭上空間がね圧迫感を感じる方っていらっしゃると思うんですよ、身長が高い方とかだったらね、うん、そう、それがないですよね、うん。やっぱり全然 ZR-V より開きますね。ね、ちょっと羨ましい、これ。これは羨ましいね。めっちゃ乗り込みやすい。あ、スッと入りますよね。うん、スッと入る。ああ。で、私身長168センチなんですけども、これちょっとシート高を上げてみましょうか。おう。シート高をね、ちょっとマックスまで上げてみましょう。今マックスまで上げました。マックスまで上げるとね、めっちゃアイポイント高いですよ。私が乗っている ZR-V よりアイポイント高いですね。だから車格的に大きな車に乗っているような感じがします、うん、ZR-V よりすごい見下ろした感じがしますね。でちょっとドライバーズポジション的にはこういった感じで、あ、ちょっと閉めてみましょうか。全然圧迫感とかないですね、うん、ちょっとかしてもらっていいですか。今シート高を一番上まで上げたんですけども、アイポイント的にここがそんなに邪魔になったりとかしませんね。これが新型ベゼルとかになってくると、うん、シートポイントを一番上まで上げてくると、ここはね前がどうしても下に下がってくるような感じで、うん、かなり圧迫感を感じたんですけども、それがありません、一番上まで上げても ね、それがいいです。 A ピラーの部分もミラーの生えてるとこはここなんでね、ここに隙間がしっかりありますんで、うん、死角が少なそうです。A ピラーは決してそんなに細くはないですね、うん、三角窓とかがあったりするわけではないんで、決して A ピラーの部分は細くはなったりはしてないんですけども、ミラーの入る位置がここなのでまだ死角は少なそうかなという感じです、うん、でこちらハンドルもやっぱり本革巻きといったような感じですかね。こういったステッチが入っていてかっこいいですよね、うん、でこういったところはピアノブラックが少し使われています、うん、ここら辺もメッキのような感じですかね。メッキではないのかもしれませんけども、こういったでも質感を高めてくれてますよ ね。ここら辺非常にいいかなと思います。全然これ思ってたより悪くないですよね。いいよ ね。ナビも大きいんじゃん。
ナビも結構大きそうですね、うん、まあ、まだ今先行展示車なんでちょっと見れないんであれですけども、うん、結構ナビもしっかり大きいです。でエアコンの吹き出し口はこういった感じになっています。うんうん、ここら辺も使いやすそうですよね。ね、でここら辺メッキのような感じになっていて、ここで温度変化とかできるんですかね。うん、まあ、物理ボタンになってますんで使いやすそうかなっていう感じがします。ね、でこちら USB のタイプ A が2口つながっています。あ、でこの下にここなんか入れるとこありますね。スマホが入るような感じのスポットができています。やっぱりアウトドア仕様だからところどころ物が入れるようにしてるのかな。あ、そうですね。ドリンクホルダーは前席はこういう形になっています。前にねここにあるっていうのは、まあ、若干このシフト、うん、ここがあるときはちょっと入れにくかったりとか取り出しにくかったりとかするんですけども、まあ、これがねドライブの位置に入っていれば、まあ、そんなに邪魔にはならないかなっていう感じですかね。シフトレバーが懐かしい感じだね。そうですね、最近でいうところで、そうここら辺はね昔ながらのっていう感じですけども、ね、そこまで触った感じそんなプラスチックな感じもしませんし、うん、そんなに悪くないですよね。うん、でこちらチナポン、これは、ね、引くタイプのサイドブレーキになっています。久々だ。久々に見えますよね。見た、うん、まあ、最近軽自動車とかでも結構電動パーキングブレーキっていうのは採用されてるんですけども、うん、まあ、こちらはね、まあ、価格的にまあ妥協せざるを得ない部分がありますよね。すべ、うん、てをやっぱり電動パーキングブレーキとか入れてくるとやっぱ価格がどん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 上昇してきますんで、ね、これはもう割り切りですよね。うん、割り切りとしてはありかもしれませんよね。基本のだって車って感じ。そう、もともとね電動パーキングブレーキを使われてない方だったら全然違和感なく使えますから、うん、一度電動パーキングブレーキがある車に乗ってしまうとなかなかねなくなると不自由には感じるんですけども、もともとない車に乗られている方でしたら全然問題ないと思います。あ、でここら辺もピアノブラックになっててかっこいいですよね。うん、なかなかこんなんないですよね、ホンダの車で。ここはすごいピアノブラックです。でここもしっかり大きさは確保されてます。でここのドアの部分、あ、ここの部分もそこ突き抜けてませんね。突き抜けてないので物がしっかり入るような感じになっています。うん、ZR-V はここ突き抜けてるんだよね。久々小物になってるね。そう、 ZR-V の不満はというとここが突き抜けて物が落ちてしまうというのがあるんですけども、ね、これはそれがありませんよ ね。 ね。でこちらミラーはついています。ミラーはついていますけどもライトはついてないですね。まあ、必要最低限かなといったところでしょうか。でここのライト、あ、こちらは前席は LED になっています。ここら辺いいですよね。うん、ここら辺は一番使うところは LED なんでここは抜かりないかなと思います。で SOS ボタンもしっかりついています。でミラーは結構小ぶりな感じですね。ね、結構小ぶりなミラーがついています。で助手席はと言いますと、助手席にもミラーはついています。ライトはついていません。ちょっとドアの開閉音を聞いてみましょうか。まあ、窓が開いてるんでねあれですけども、一応ちょっとやってみましょう。ホンダ特有のこの音楽が流れます。窓が開いてるんでね、まあ、参考程度にといった感じですけども、しっかりバフッとしています。こちらタフスタイル、これとかめっちゃかっこいいですよね。車格がすごい上な車に感じますよね、こういった感じになってくると、うん、私このタフスタイル好きですね。かなり迫力あります。こだわりたい方はこういったオプション付けられるのもいいかもしれません ね。どうしても価格はどん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 上がっていきますけども、うん、まあ、でもこれはかっこいいかなと思います。あ、ホイールも結構かっこいいですよ。これかっこいいね、攻めてる ね。立派ですよね。楽しそう。これかなりかっこいい ね。いいな。こちらサイズは 215-55R17 を履いています。17インチですね。でも迫力があってこのホイール私個人的に好きです。うん、横から見た感じすごいタフな感じしますよね。これだけでも、ね、ノーマルの状態でも全然かっこいいですよね。いろんなとこに走りに行きたくなる感じ。うん、そうですね。うん、やっぱりこのルーフがあるのもいいですよね。こういったところはすごいアウトドア感すごい感じます。こういったね、ここにシルバーがあって、ここにメッキモールがあって、で下の部分にこういったね、ここがこのシルバーっぽいような感じになってますんで、この3段階でねこういったメッキっぽいのが入っているのがすごい私個人的に好きです。仙台ベゼル私たちこうでしたからね、プラモンがねこだわったからね、うん、そう
で後ろには ZRV、 私たちが所有しているこのプラチナホワイトパール一緒のが止まってますけども、やっぱりサイズ的にね、やっぱり高さが WRV の方がある分、なんか大きく感じますよね、なんかね。そうボディサイズはね、やっぱり全長とか全幅っていうのは、こちらの ZRV の方が大きいんですけども、幅広さをでも迫力っていう意味では、まあ、この白っていうのはね膨張色なんで大きく見えたりとかするんですけど、なぜかこのレッドの WRV が、まあ、一見なんか大きく見えなくないですよね。迫力あるよ、やっぱ前行って大きいですよね。ね、そう日産の新型エクストレイとかもあれは前行が高いんで、やっぱり結構大きさ感じますよね、だからこれ迫力があるんで、これが200万から変えてしまうっていうのは本当にいいかなって感じですよね。すごい。オプションとかね、いろいろ諸費用とか入れていくとやっぱり300万近くいってくるとは思うんですけども、まあ、でももっと安くに済まそうと思えばもうちょっと安い価格でねお求めできるかなと思いますんで、これはいいかなと思います、これ実際生で見てね、これ私確信しましたね。確実にこれもう爆売れしますねまあもう今もね結構ねすごい大盛況で今はもう実際売れてるんですよ、ちょうど今ねライバル車であるトヨタのライズとか、ダイハツの、ね、ロッキーとか、まあ、似たようなねボディサイズといいますと、まあ、若干小さくなりますけども、まあ、そういったライバル車が今生産の方がねちょっと停止に、ね、なってたりとかしますから。でも車内空間広いこっちの方が良さそうやけど、そうですよ ね、だから今ねそういった追い風も吹いてるんですよね、この WRV に。最近ですかね、3月になってからトヨタのライズとかもガソリン車の方は生産の方が、ね、再開される予定みたいになってみますけども、まだハイブリッド車はまだ販売停止というか再開の目処は立ってないみたいですからね、まあ、その間にどんどん売れていくんじゃないですかね、この WRV、他メーカーからの方も結構購入検討される方多いんじゃないでしょうかね。一応売れ筋グレード的には中間グレードが、まあ、お店によって、ね、違いますけども中間グレードが一番売れているっていうお店もあったみたいですね。やっぱそうなってくると230万円台ぐらいっていう感じですよね、この広さは本当いいですよ ね、乗り降り楽、で質感が本当ね悪くないんですよねこれね、全然悪くないですね、これは十分かなと思います。ここ少し段差があるんですね、この真ん中の部分は、少し段差があります。そこまで邪魔になりそうにないけどね。そうだよね、助手席ちょっと乗ってみましょうか。助手席も広々してますよね、いいね。この開放感がやっぱり私好きです ね、新型ベゼルもね私見た目はめっちゃ好きなんですよ、エクステリアとか、内装の質感とかもめちゃくちゃ好きなんですけども、新型ベゼルの方も私たち購入検討したんですけども、そこでやめた理由っていうのがやっぱり頭上空間の圧迫感ですよね、圧迫感っていうのをどうしても感じたので、あとは前の視界ですよね。そう、視界のフロントガラスがちょっと狭くというか高さ方向にね、ちょっと狭く圧迫感を感じましたんで、私たちは広いのが好きだったからね。そう高さもあって、どうしてもね、シート高結構高い方が高くする方がね私たち好きなんで、アイポイントがね高い方が好きなんですよ、そういった方になってくるとやっぱり新型ベゼルでもやっぱり頭上空間気になるって方いらっしゃいましたよね、特に身長が高い方とかそういった方になってくるとね、それがどうしても新型ベゼルをやめた理由っていうのもあったんですけども、こちらはそれが解消されてますから ね、これは非常に私気に入りました。広い、楽だ、寝れるね。新型 N ボックスとかでもオプション込み込みとかでいくとね300万超えられる方もいらっしゃいますからね、そういったのを考えるとやっぱり欲しくなりますよね、最近車高いからね、ちなぽんはね別にそんなに、もしね付き合ってる彼氏さんとかが軽自動車に迎えに来られたりとかデートとかね来てもそんなに別に問題ないんですよね。気にしない、汚くなければ、ゴミがなければ、別に気にされないって方もいらっしゃるんですけども、世の中にはやっぱりいらっしゃるんですよ。まあ、そうやっぱりかっこいい車で迎えに来てほしいとか、友達の前で泊まった時とか、かっこいい車で迎えに来てもらったら、ああちょっとね嬉しい、そう嬉しいっていう部分は感じる方ってやっぱり世の中いらっしゃるんですよね、それが大多数っていうわけではありませんけども、チナポンみたいな道に軽自動車で来られてもそういうのは気にされないっていう方もね、全然車乗ってるからいいじゃんってね思われる方も全然いらっしゃるんですけども、そういったやっぱりブランドものとかでも何でもそうですよね。まあそうだね、ヴィトンとかエルメスとかであってもやっぱりああいったのってステータスっていう感じでなりますからね、やっぱりみんなに自慢したいとかそういったのもあり方ってね、やっぱあると思うんで、
やっぱりこういったね車ってやっぱりこういったかっこよく見えた方がいいかなっていうのありますよね。まあね、愛車だからね、うん、大事にしたいですしね。これやっぱり単純な考え方なんですけども、やっぱり車ってサイズが大きい方が高級な感じするじゃないですか、まあ、価格的に高いっていうイメージありますよね。やっぱり軽自動車のようなコンパクトカーの小さい車よりもランクルであったりとか、まあ、ハリアーとかであったりとか、やっぱり車が大きくなればなるほどやっぱり高いようなイメージって持たれてる方ってやっぱり少なからずいらっしゃると思いますんでね。だからこういったボディサイズっていう迫力あるの、これはすごいいいかと思いますね。ではチナポン、トランク開けてみましょうか。じゃーん、オープン。軽っ。ここは手動になっています。お、大きい。広っ。あー、広広広いね。めっちゃ広い。これ実質ね、新型のベゼルとか多分 ZR-V とかで広かったんじゃないかな。広いと思う、ね、感じ。いいの。そう、下がね、奥行きがあるんですよ。かなり段差はありますけども、ここはね、この下は、まあ、ちょっとしたね、こういうのが入るような感じになってます。高さがあるよね、やっぱり。うん、やっぱり高さもありますし、下にね、奥行きがありますんで。いいな。ここ手入れてもらっていいですか。ほい、ここ結構ね、これぐらいの段差あるんですよ。だからだいぶ入りますよね。ね、こんな。そう、ZR-V とかになってくるとここがフラットなんですよね。あ、確かに。フラットなんですけども、これが下まで奥行きあるんで。ガッタンって感じで、ね、高さもありますから、かなり入りますよね、容量 ね。開けた瞬間が広さがよくわかる、うん。え、これってあれだよね。ほら。さあ、倒してみましょうか。ちなぽん、反対側も倒してもらっていいですか。おお。はい。ここは倒すと結構段差はあります。段差はね、これぐらいあるんですよね。そうだ、これも取ったらかなりのもんだよ。これちょっと目隠しね、つけてるけど。あ、そうですね。取ったらもう、だってここ全部だもん。ここまで高さありますからね。かなりの大きいもん、高さあるもんが乗せれるよ。うん、ちょっとちっちゃなタンスとか乗せれそう。ちょっと取ってみましょうか。はい。うわ、あ、めっちゃ広。開口がめっちゃ広い。めちゃめちゃ荷物乗るやん、ね、ここまで高さがめっちゃね、ありますよね。動画では伝わりにくいかもしれませんけども、実際生で見るとめっちゃね、ここの高さがめっちゃあるんですね。こっからここまでタンスが入る。あー、そんな勢いぐらい感じますよねまあ、この段差があるんで、車中泊をする分では何かね、ちょっと埋めないと難しい部分はね、あるかもしれないですけども、まあ、そんなに車中泊する方って少ないと思うんですよね。私たちもそんなに車中泊って今までしたことないからね。ねえ、やってみようって言いながらやってないもん。やってないね。まあ、でもこういった車ね、アウトドアとかで使われる方だったら車中泊でね、使う方もいらっしゃるかもしれませんけども、うん、まあ、なんか段差で埋めたらいいのかなっていう感じがしますけど ね。すごい。これびっくりしましたね。ねえ、この広さ。この広さは素敵だ。この目隠しをしている部分では感じなかったんですけども、外したらすごかったね。ね、よし、良い。で、こちらにライトが1個、豆球がついています。はい。ここら辺は二掛けフックみたいな感じでついてるんですかね。ね。右側も二掛けフックのような感じでついています。すごい。あー、広いですね。では、チナポン締めてみましょうか、後ろね。はい。下げるな。重さどうでしょう。ちょっとだけ力いるか。でも軽いよ。ちょっと私もやってみていいですか。うん、あ、そうですね。多少の重さは感じますね。ただ、うん、まあ、指1本でいけなくはないけど、ちょっと重たいですね。指2本ぐらいがちょうどですね。まあ、人によると思いますけど。そうそう、まあ、指2本でもいけるぐらいの感じではあります。うん、素晴らしい。これは荷物めっちゃ乗るわ。大型犬、あのゴールデンレトリバーとかの。ケージもドーンって乗せれそうな、うん、乗るね。あれぐらいやったら全然乗るでしょうね。全然乗る。ワンちゃんを、ゴールデンレトリバー3匹4匹座って乗せれそうやね。あ、そうだね。犬だけの体のやつやったら、うん、本当に感じますよね、それはね。すごいね、うん、さあ、チナポン、こういった形で先行展示の WRV 初めて見ましたけども、どうでしたか。うん、めっちゃ良かった。めっちゃいい ね。これ正直ね、忖度なくめちゃくちゃ良かったです。もしだって ZR-V がなかったら、あ、こっち選択に入ってたんじゃない。ね、検討には入ってくるかもしれませんよね。うんうん、私たち ZR-V 買ったばかりなんであれですけども、結構ね、年齢が若い方とかそういった方とかだったら
軽自動車とか買うよりはそちら買ってる方が絶対所有欲ありますよね。まあお値段がそんな変わらないだったらで絶対自慢できますよね。これは女性でも運転しやすそうだよ、うん、そう、サイズ的にはね、女性が欲しがりそうで、そう、ボディサイズ的にはそんなに大きくありませんから ね、非常に日本の道路では取り扱いしやすい大きさになってますんで、はい、ワンコとかおったら外に連れて行きたいよね。あ、そうだね、これでドライブとかね、そうそう、しっかり乗りますから ね、こんだけ車内が広いといっぱい物も乗りますよ ね、釣りも行けそう。これは旅行に行きたくなるような一台かなと思います、うん、私これ若かったらね、本当絶対多分買ってますね若くなくても買ってっていいんじゃないの。これは価格的にすごいお求めやすい価格といいますか、このサイズ感でこの価格っていうのは非常に魅力的かなと思います、うん、先代のベゼルの後がもしこれ出てたらこっちに乗り換えてたんじゃない、うん、あ、いいかもしれないですね、うん、まあ、電動パーキングデッキとか、あとはシートヒーターとかもついてなかったかな、まあ、そっか、それは欲しいな。シートヒーターとかもなかったような感じがしますけども、あったら嬉しかった、うん、まあ、でもそこはもう、まあ、妥協する部分はどうしてもね出てきますけども、うん、価格的にね、まあ、でもやっぱり車ってやっぱり一番見た目だと思うんですよね。見た目で一番所有欲を満たしてくれるか、やっぱり見た目がかっこいいと車って欲しくなりますからね。男の人も好きそうなデザイン。男としてやっぱり見た目大きいなと思いますんでやっぱり自慢したくなりますよね、まあ、ね、うんうん、あとはこちらの車3月22日に発売予定になってますんで、また試乗ができるようになりましたら試乗させていただこうかなと思います、うん、はい、まあ、あとは走りも気になりますよ ね、まあ、こちらはハイブリッドはなくガソリン車オンリーということなんでね、そこら辺がどういった感じかですよね、うん、走りのホンダだから楽しいんじゃない。 そこは期待できるんじゃないでしょうか、うん、今後も私たちのチャンネルでは新型車を中心に皆様の気になる車をどんどん紹介しますので、ぜひチャンネル登録をして次回もご覧になってください。次回はこちらの試乗レビューをさせていただこうかなと思います。ぜひ楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。またね。